ケンコ・タカオは、日本のクラシックギタリスト。1944年6月8日、北海道スッツ町に生まれる。ギターを、川も、和義、大塚ふさき、小原康政に、また家政学を、菅野博和に指示する。1973年に投資、パリで、アルベルト・ポンセに、サンチアゴ・デ・コンポステラの講習会で、ホセ・トマスに指示した。他にもナルシソ、イエペス。 レヒーノ・サインス・デラ、マーサ、ホセルイス・ゴンザレスといった演奏家の来日時にレッスンを受け、当時の最先端のギター奏法を学ぶ。1965年、7年間中断していたギターコンクールが第8回目として再開され、これに1位なしの2主席となる。翌年1966年の第9回ギターコンクールでは満票での1位となる。 1967年3月25日に東京文化会館小ーホールにてデビューリサイタル。以降、ルネサンス音楽から現代音楽までをレパートリーとし、数々の曲目の初演や競争曲、室内楽など多方面で演奏活動。武蔵野音楽学院ギター科で主任講師を務めたほか、後進の指導にも力を注ぐ。 公益社団法人日本ギター連盟で理事と東京国際ギターコンクールの審査員を長年務めた。ありがとうございます。